はい、撮れてるよ。こんばんは。超常現象調査隊 WSR のネオです。今回我々がやってきたのは、某心霊スポット噂されるトンネルにやってきました。ここはごく最近、目撃情報があった場所で、早速それを調査していこうと思います。じゃあ行きましょう。ちょっとテンション上げていこうか。怖いし、よし行くぞ。よし行こう、今行こう。今行く。ちょっとここはですね、かなり結構開門トンネルと互角ですね。怖さが、明かりが全くないですね。天井ないですね。そしてかなり太い部分ですね。長いですね。全部、壁はこれ鉄で覆われてますね。これがかなり切れてます。空気が流れてます。あ、化けたの忘れた。確かに。肝心なの忘れちゃって。でもここに来る前ですね、ちょっと反応してましたから、ね。ちょっと明かり消してもらっていいですか。いいですか。何も見えません。何も見えません。何も見えません。ちょっと怖いんで、つけてもらっていいですか。このライトが、これ、隊長の後ろのライトです。インしちゃいましょうか。はい。羽ばたけばいい、小森が。それを鍛えたんだけど。あとでやってみる、つって。いや、ダメで、寝かせてやめて。あ、これ急に
しみっこくなってきました、ね、指だよ、噛むね、うん、足音っぽいな、うん、でもあれだね、ぐちゃぐちゃだね、とても車じゃ通れそうにないですね。では戻っていきたいと足元に気をつけて、ちなみにですね、今撮った写真が見えるかな、このような感じで。いや、見えないかな。見えないですか、うん、今見えた。かなりオーブが映ってますが、これ今ですね、そのカメラじゃ分かんないんですけど、フラッシュを焚いた時に見えるんですけど、かなりホコリが舞ってるんですね。それを撮るとこのようにオーブと言われるものが映ります。めっちゃ埃がぶわまってたもん。Thank you.
ょっとテンション上げていこうか。怖いし。行くぞ。やっぱ靴だね靴の音が反響して まるで後ろからこう来てるような感じに聞くなって、反響してるだけですね。一通り往復しましたけど、これといって霊的なものはありませんでしたね。歩いただけなのでわからないんですけど、とにかく狭いのと暗いのと長いのと雰囲気は怖いですね。音もかなり反響して、前から後ろから足跡が、自分たちのですね、足跡が反響して聞こえるので、それもまた怖かったですね。では、というわけで帰りますか。帰りますか。お疲れ様です。